皆さんこんにちは、ふうです。本日はメルカリに出品したものが、売れましたので梱包動画を撮っていきたいと思います。ちょっと今回パジャマを着てしまっているのですが申し訳ありません。まずはですね、こちら、ヘルムさんのカーディガンになります。昨シーズン購入して着させていただいたんですけれども、新しいものを今回購入したのでこちらを手放すことにしました。こちらも結構お気に入りで着ていたんですけれども、状態も良かったので出品してみたところ、何度かお値下げして、売ることができました。一応毛玉を確認した後コロコロして一応毛並みをブラシで揃えています。このブラシは無印で以前購入したものになるんですけれども、一応毛足を整えております。こちらのブラシは結構普段も使っているのですごくおすすめです。で、畳んでいきます。こちらは、Uパケットポストで発送させていただきました。結構いろんな方の動画見て撮影をして、ちょっといろいろ畳み方を研究しました。そしてですね、ちょっとここで忘れ物をしたので今取りに行っています。ちょっとね、しばらく消えます。あ、で帰ってきましたね。で、私が厚手のものを使うときに使っているのがこの、チャック付きのポリ袋になります。結構いろんな方の動画でも、使われているので、ご存知の方も多いとは思うんですけど、厚手のものをUパケットポストで送るときに、空気を抜きやすいのと、圧縮しやすいというポイントかな。 OPP 袋よりはチャック付きの方がいいかなと思って、私は行き着いたのはこちらの方法になりますね。ちょっとなかなか大きいので苦戦をして入れていますが、真ん中で畳んで入れると結構厚手があっても梱包することができますね。で、ちょっと頑張ってギュギュ入れているところです。で、袋に入れながら、なるべく薄くなるようにこの A4 サイズの袋に合わせて少し広げたりして調整をいつも最後しています。そうですね、形も整えてなるべく薄くなるようにして、で、口を閉じていきます。で、私の場合梱包してから発送するまでにちょっと時間がかかるので、少し、直前まで少し空気をここの端っこを開けた状態で置いています。で、続いてがこのアナプガールのトートバッグですね。こちらは娘が学校で使うのに、購入しました。で、ショルダーバッグにもなるので結構お荷物の時とか低学年さんの時は結構役立ってたんですけども、高学年さんになるとやっぱりなかなか使わなくなって状態も綺麗だったので今回出品させていただきました。で、こちらも出品して1日ぐらいで結構すぐ売れてくれましたね。こちらはちょっと大きめの OPP 袋に、入れていきます。サイズ確認して、こちらは A4 だとちょっと厚みが出てしまったので一つサイズを上げて袋を入れてサイズ調整して入れさせていただきましたね。完成です。で、続いてはこちらは、アームカバーになります。アームカバー昨年結構たくさん買わせていただいたんですけど、結局私の場合使わずほとんど買ったものアームカバー出品させていただいて全て売ることができました。こちらに関してはもう、利益というのは全然求めてなくて、使
買っていただける方がいればっていう感じで発送させていただいたので、お値段に関してはまあ妥当なのかなと思っています。状態も結構綺麗でしたので、まあ、冬物小物とかもこれから出品していくのにはいいかなと思っております。まずこちらが完成です。でこちらもう一つはあやさんとアディダスコラボのキャップになります。ちょっとキャップがだいぶ増えてしまったので、手放せるものから手放そうと思って断捨離をしてこちらを出品させていただいて、こちらも何度かお値下げをして、売れたものになります。こちら結構当時大人気で、であのボタンのところはマスクがかけられる仕様になってて、その耳にかけても痛くないよっていう、すごく当時コロナ禍での販売でしたのですごく便利でしたね。でこちらも PP 袋に入れていきます。こちら A4 サイズに入れていきます。こちらも、メルカリの匿名発送 U パケットポストで発送させていただきました。小物系は比較的売れやすいと感じますけど、お値段に関しては少しやっぱ安くなってしまうかなっていうのが印象です。こちらは、動画にはちょっとしてないんですけど、売れたものですね。ユニクロのエアリズムマスクが売れました。こちらは、子供のストックとして買っていたものなんですけど、まあやっぱ数年経ってサイズアウトしてしまったので、出品したところこちら多分出品してすぐ5分ぐらいで売れました。すぐ売れるんだなと思って実感したのを覚えています。こちらは、おまとめではなかったんですけれども、一応別々で購入していただいて、同じ、おまとめで発送させていただきました。なのでお気持ちで、使っていない、マスクを一緒に同梱させていただきました。すごく喜んでいただけて本当に嬉しかったです。エアリズムマスク本当にびっくりですね。即売れしたことがあまりなかったので、自分の中ではいい経験になったかなと思います。もしサイズアウトのマスクとか持っていたら出品してみるのも、まあこの時期冬場でマスク使えますのでおすすめかなと思いました。ぜひ気になる方、もしお家にあったらぜひ出品してみてください。はい、こちらもですね、マスク、実はこちらは娘のサイズで買っていたんですけど、こちらもサイズアウトしてしまって、別日に出品したところ、こちらも即売れ、5分しないぐらいで売れた記憶があります。本当にマスクすごいなっていうのと、まあおそらくそのユニクロさんブランドっていうのと、エアリズムマスクはやっぱり結構当時から人気ですので、まあ比較的売れやすいのかなっていうのを実感しました。こちら、11月分でご紹介しているものは一部なんですけれども、1ヶ月の利益等はまた月末に、ご報告動画出せたらいいかなと思っております。それでは最後までご視聴していただきありがとうございました。次回の動画も見ていただけると嬉しいです。